はい、高須の、ゴンドラに乗りました。ここから積水状況を、撮っていこうと思います。ノーカットできますね。で、今日が今後の、高須スノーパーク来ようかな、来ないとこうかな、で、積雪次第で決めようとしている方の参考になればいいかなというふうに思います。で、昨日の動画アップしてるんで、昨日のも参考にしてください。はい、で、今日はね、今ね、12時55分ぐらいです。で、今日はごめんなさい、友達の、一級検定についていくので、GoPro で、それも GoPro で撮るんで、あんまり、本数は撮れません。ただ検定が終わってから GoPro で撮ります。2本ぐらい撮れたらいいなというふうに思います。で、それがね、夕方のゲリラの模様なんで、十分価値があると思います。それをもし、よかったら夕方見てください。これはスマホで撮ってるんで、すぐアップできますけどね。はい、で、今日は何日かというと、4月4日です。4月4日ね。で、今日がダイナー最後なんだけど、ダイナー撮れませんでした。僕寝坊したし、起きたの12時ぐらいだし、友達のね、高須スノーパークで検定を、に挑むと、1級、挑むという模様を、撮るんで、ちょっとダイナーは最後撮れませんでした。ごめんなさい。ダイナーのね、まあ今日今からでも来ようかなって思ってる方、あるいは、ダイナーランドの終わりであってこんな感じなのかなって、来年のための、参考に見ていこうかなって思っている方は、昨日の、ね、ダイナーランド、5本ぐらい、撮ってるんで、それを、ご覧ください。結構ね、だから終わり際だったんで、雪はね、少なかったです。土も見えとったし、コースも限られてるし、コース自体も狭かったですね。はい、で、このね、チャンピオンクワッドリフトは、もう止まってます。今乗ってるのはゴンドラね。チャンピオンクワッドリフトは、今シーズンは、高須スノーパーク、終了です。これも、チャンピオンコースですね。これは、エキサイトティングなんとかコースですね。エキサイティング、B かな、はい、で、昨日、どうしようかな、何を言おう。はい、こんな風に僕は、同日ゲスト、高須スノーパーク、とダイナランドを中心に、アップしておりますので、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録すると、メリットあります。まあ、速報系とか多いんで、今日の積雪はこんな感じだから明日はこうなりますよとかね、今の現在の駐車場の混み状況とか、今、現在高須スノーパークやダイナランドに行く途中の、道路の、積雪こんな感じですとかね、結構、目安になる、まあ、速報系なんで、まあ、すぐ知りたいじゃないですか。すぐ知りたいですよね。で、ダイナランド、二輪でスタッドレスは、入れてませんとかね、チェーン巻かないと入れてませんとかね、今は入れるようになりましたとか、検問やってません、今始まりましたとか、という情報は、なんていうの、鮮度が、そういう情報って鮮度が大事だと思うんで、チャンネル登録していただくと、一番最新の情報、動画がどの動画がっていうのが、分かります。チャンネル登録してないとね、過去の、ね、2週間とか、1週間とか3週間前の動画が、おすすめとか、関連動画に載っちゃうんで、だからね、紛らわしくなるというかね、最新の動画がどの動画かが分からなくなるんで、まあ、チャンネル登録していただくことを、おすすめします。僕も希望しております。はい、今日雨なんで、高須スノーパーク、駐車場、お、やっぱり少ないわ。昨日ね、満車に近かったんですよ、高須スノーパーク。で、ダイナランドは昨日ね、ガラガラでした。ガラガラのガラガラ。で、昨日は、高須スノーパーク満車に近い。で、今日、雨で、すーガラ、これ、こういうのガラガラって言うんだろうな。何台だろう。3000台止まるうちの、250台。200台。ぐらいですね。ってことは500人ぐらいしか来てない。1台につき2人平均ね、乗ってるとして500人ぐらいしかゲレンデにいないでね、ものすごい広範囲で滑れませんよっていう感じじゃないから、まだゴンドラ降りてね、中央のダイヤモンドコース、左も行けるし右も行けるんですよ。ダイヤモンドコース、ダイナミックコース、あとパナラモコース、スーパーコース、あと エコノミー、なんだっけ名前忘れた、まあまあね、あちこち滑れますまだ、だから
あんで一番下までね、今ゴンドラに乗ってますけど、まあ、言うの遅れたけど、一番下まで滑って降りて来られます。で今日雨どんどん降っとるから、あの夕方ねでここは、チャレンジコースですね。ここは封鎖されてますね、はい、向こう行くと、向こう行くと、チャンピオンコース、これは、チャレンジコースです。チャレンジコースは、まあ、雪はないですね、でこれがあれが、何、迂回コースですね。こっち行くと、ダイヤモンドコースになって、でこの、雪がない、森の中、これは、土地ツリーランですね。土地ツリーラン、これも動画で上げてるんで、滑ってるところね、もしよかったらご覧ください。はい、バーやってるかな、バーやってるかな、バーね、バーやってるかな、わからんけど、はい、ジュースがね、なんか500円ぐらいらしいですね、友達が言ったけど、僕は、まあ、今のところ行こうとは思わないですけどね。あ、なんか閉まってるかな、閉まってるのか誰もいないのかどっちかわかんないですね。はいはい、ガラガラですね、うん、一人しかいないね一人しかいないですねはい、あと何言うんだっけ、だから、今日は最後の検定試験ですね。スキーのね、バッチテスト1級と2級、最後の、検定試験ですね。僕も明日、明日じゃない、来シーズン2級また頑張って取ろうと思います。でスノーボードは3級目指してますけど、誰もいないね誰もいないですねガラガラだよ、本当思った通り今日は美味しいわ、うん、だから明日も雨っていう予報、予報してる、天気予報と予報してない、天気予報は両方あるけど、雨だったら、まあ、ガラガラじゃない明日ね、うん、だから今日ね夕方から、これ、エキサイティング、名前忘れたな、急斜面のコブ、がない斜面ですね、エコの、名前忘れたな、名前忘れた、ガラガラだよ、誰もいない、滑れますよ、うん、で次が後部斜面の、なんだっけ、スーパーコースですね。これもね、どこも土見えてません、どこも土見えてません、上の段と下の段あるけど土は見えてません。ただ今日の雨で、まあ、ひょっとしたらどっかがね、雨、土見えてるかもしれないですよね、このガラスの水滴で、水滴じゃない、ガラスじゃない、これアクリルだな、見えてないですね、土ね、うん、ここでね、1級やると思ったけどね、今日の1級ね、向こうらしいです。向こう、あのレストランのさ、レストランがあるじゃないですか、レストランの前、また急斜面になってるじゃないですか、あのダイヤモンドコースに戻るとこね、あそこのコブができてるんだけど、あそこで、うん、またやるらしいです、やるらしいですね。で、あと、このダイヤモンドコース、ずっとね、昨日ね、ずっとこのダイヤモンドコース、積雪あるね、2メーターぐらいね、で、コブがずっと、ラインコブがずっとね、1キロぐらいつながっとったんですよ。で知り合いによると、これ何、その平日はリセットされる、要するに壊されるのかな、壊されるらしいんだけど、今日壊されてるかどうかどうだろう、まあ、まだ滑ってないんでわからないんだけど、あの壊されてなかったらね、あのちょっと楽しめますよ、ラインコもね、1キロぐらいずっとつながってるんでガラガラだね、これがダイヤモンドコースかっていう、今日日曜日だよ、日曜日でこれだよやっぱ雨がよっぽど嫌いなんだね、みんなね。だからもう今日来る人はどうしても練習したいとかね、ちょっと気になってる技術があるから確かめたいとかさ、あるいはその、まあ、何もう今日しか来る日はないとかさ、今日は逃したらもうあとチケットが買っちゃったからもったいないとかさ、そういう人が来てるんだろうね、うん、そうだからもうどうしても練習したいっていうね、人だろうね、雨の中はねやっていますからね。雨ね、もうしっかりした雨降ってますよ、ずっと、うん、だから昨日の夜ぐらいから降ってて、で今日のまだ、もうガス取るな、これ検定どうすんの、これガス取るじゃん、ああどうしよう、検定、今日の検定はあのパノラマコース、ゴンドラ降りて、右側でずっとやるらしいです、事前講習受けた、一気にチャレンジする、友達が言ってました。いない、まだ集合でまだ喋ってるのかな、間に合いたい。でね、これ今スマホで撮っとるけど、この後、GoPro に変えます。はい、GoPro に変えます。あれ？いないじゃん。ここ。レストランがあそこにあるじゃん。レストランがあそこにあるじゃん。ここでやるっていう話だったんだけど。わ、土、一部土見えとる。土、いないじゃん。いないじゃん。どこ行った？先にあれだね。先に大回りと小回りだ。はい、もう消すね。じゃあね。はい。夕方をね、お楽しみにしてください。チャンネル登録、よろしくお願いします。